皆さんこんにちは、篠原ともえです。今日は篠原のお買い物をご紹介します。2020年にデザイン会社を作ったんですけれども、デザイナーが普段頑張っているのでプレゼントを今日は買おうかなと思ってます。ニューヨークの近代美術館 MoMA のデザインストアなんですけれど、ショップなんだけど美術館みたい、だからこうワクワクを探しに来るような感じですね。20代から来てるんですけど、もうアクセサリーもね本当に可愛いんですよね。ガラスのネックレス可愛い。あー可愛い、シャボン、あわあわ、いいですね。これでダブルシャボンね。ダブルシャボンはやりすぎかな。でも腕につけてもいいよね。これいいな、可愛いね、可愛いね。あとねもう一個気になってるのがあって、こっちのねイヤリング、これも可愛いよね。あ可愛い、え、これどういう技巧でこんなに丸くしてるんですか。吹きガラスですね。そうですね、はい、わ素敵だな。なんか素敵だなって思うものにはやっぱりこう手仕事の魅力が偶然入ってたり、ものづくりの愛情みたいなものって作品に絶対宿って通じるものだと私は信じてますね。こっちは時計だ。これ何ですか、このペン。フリクションになってるので。え、あフリクションいいかも、はい、一人の子がねフリクションよく使ってるから。で書いてこれが、へえ、あこれいいな。白かな、なんか視界の邪魔しないように白にします。え、これ何、これ、うわこれなんだ、ローランドの、面白、見た目が可愛いですもんね。デザインですよね。物を作る女性自体に憧れもあるし、なんかそうあるべきだってどっかで思ってるんですよね。昔から女性はこう家で針仕事をして着物を作って、それを自分たちで着たりファッションを楽しんだりっていう歴史があるから、絶対ね女性はね物を作るのに向いてるはずなんですよ。だから私も絶対ね作り続けるね人生を選ぼうって思ってる。音楽でも、もうほんとちょっとした小物でもお洋服でも。マグカップも可愛いな、2個セット、これはどういったデザイン。ゴールドっていうアフリカ系アメリカンの女性のアーティストがいまして、黒人差別とかをモチーフにしたような絵画とかを描かれる方がなんですよ。その方の作品をプリントしたマグカップですね。アフリカの自然のサイドを信じて作った色味で綺麗ですね、美しい。これも気になるな、これもちょっとキープで、はい、おもちゃもいいな。こういう、でもこういう癒しも好きだな。何これ、かわいい、かわいい、これ何か入れるってこと。メッセージカードを入れてプレゼントができる。え、これもプレゼントに最高じゃないですか。今20代のデザイナーちゃんがいるんだけど、きっと好きだと思うんですよね。ちょっとこれもキープだな。あ、これ持ってる。これも定番ですよ、モマ傘。これ広げると中が空になってる。あ、今日の服にぴったりじゃない、いいな。これ。あ、これかわいい。何これ。これ素敵ですね。これはマウリッチオカテランっていう、なんかこう皮肉っぽい作品の方のものですね。じゃあこれも。結構即決。え、ちょっとこれ見て、面白い。箸置き、いろんな食べ物の。おむすびと卵と
これ見て、草屋もあるよ。面白い。あ、タオルはタオル。これどこのタオルなんだろう。このさ、形がだってさ、珍しくないですか。真四角じゃない。いいよね、二つ折りでツートーンになってる。みんなでお揃いで買おう。ありがとうございます。では次のお店ご案内します。次ご紹介するお店は私の大好きなお店なんですけれど、オフィシーヌユニベルセルビュリーです。中ご案内しましょう。こんにちは。ここは200年以上前からパリで創業された総合美容専門店なんですけど、入っただけでなんかロイヤルな気分というか、この空間も大好きな場所です。もともとこのお店でプレゼントされた側だったんですよ。その時のもうパッケージともう香りがすごい気に入って、このアイテムだったと思うんですけど、まあいい香り、これかも。他のも自分でも香りすごく大事にしていて、表現するときは割と元気になれるような香りにしたり、集中するときはこうグラス系、葉っぱ系の香りを選んだりとか、そういう気持ちをプレゼントするためにもこういうショップでアイテムを選ぶっていうことはいいなと思ってますね。あ、これもいい香り。これは？こちらはさつまいもと人参の香りです。なんかさつまいもと人参って聞くとどんな香りなんだろうと思うけど、すっごい甘くてなんかフルーツみたいな。こちらパッケージ違いますよね。そうなんです。こちら側だといろいろなこう世界を旅してきた記憶をもとに作られていて、香りを香るだけでその世界を旅したり感じられるように作られています。ちょっと旅をしてみていいでしょうか。え、これって何ですか？苔？苔の香りで、リケンデコスでもスコットランドを舞台に作られた香りなんですけれども、なんか草原とかに行ったような時の印象。あ、でももうすでに旅してるかも旅してる私はもう。これ好きだな。これ、はい、これとこのさつまいもと人参のオイルとクレソンのオイルを。このシリーズが大好きなの。このリップバーム、友達にこうイメージの色をセレクトしてあげてイニシャルをつけてプレゼントしたらすごい喜んでくれたから。あ、これも可愛いですよね。いや、いいな。ね、これもねちょっと気になったんですよね。マスク用アロマシール、これマスクにどこかに貼る。ユーカリとかミントの香りが。ああ、私結構声のお仕事をすることがあるので、ユーカリはねすごい助けてもらってるんですよね。これも一ついただきます。このねハンドクリームも可愛いの。蛇口みたいになってるんだよ。面白くない？めちゃくちゃ開けやすいですよこれ。なんで蛇口なんですか？アンティークの蛇口をイメージして別にキャップを作って。じゃあこれをお願いします、はい、これはねオフィスに飾っておいてみんなでも使えるかなと思って。このね口も素敵ですよね。これ何に使うんですか？このミニミニ串。かわいい。前髪とかすよ。これも職人の技巧が光る。こんなに細かい。これは何用なんですか？こちらは眉毛とか。こちら、うん、
軽い、思ったより軽い、はい、いいですね、この使いやすいの。このパッケージも可愛いね。これ何ですか？お肌につけていただけるオイルなんですが、お髪の毛にも使えるオイルですし、それぞれの悩みに合わせてご紹介しているように。あ、結構ね、自然由来のネイチャーな感じがしますよ。私なんかアンズ来てますね。アンズか、アンズいいですか？はい、これをじゃあパッケージングしてもらっていいですか？このね、パッケージングのね、プロセスがなんとも美しいんです。お願いします。ここのお店はパッケージにカリグラフィーをしてくれるんですよ。できた？うわー、素敵。たくさんいいことがありますように、スタジオより。嬉しい。今日の篠原のセレクトのお店、いかがでしたでしょうか？皆さんも大好きな場所で楽しくショッピング、エンジョイしてくださいね。